デイビッド・ソウルはアメリカ合衆国出身の俳優、歌手。現在はイギリス国籍。シカゴ生まれ。父親はルーテル教会の牧師で教師だった。ミネソタ大学ツインシティ校とメキシコの大学で学ぶ。大学卒業後、覆面歌手としてデビューしたが、売れずに俳優に転校。1973年、ダーティ・ハリーにの悪徳系漢役を講演後、 1975年からスタートしたテレビドラマ刑事、スタスキーハッチにハッチことケネス・ハッチンソン役でレギュラー出演し人気を得る。1976年末シングル EP 安らぎの季節ドントギブアップオニアスをリリースし、1977年1月から2月までの全英シングルチャートと、 同年4月のビルボードホット100で第1位の大ヒットとなり年間チャートの37位を記録。日本では刑事スタスキーハッチのエンディングテーマとしても使われヒットとなりそのリメイク映画スタスキーハッチにはスタスキー役のポール・マイケル・グレイザーと共に同じ役で亀を出演し同曲もハッチ役のオーウェン・ウィルソンが劇中で歌った。続けてリリースした シルバーレディ、シルバーレディも1977年の全英シングルチャート第1位となった。第8回東京音楽祭では審査員を務めた。1994年にハリウッドを離れニュージーランドを旅行。その後、オーストラリアでウィリー・ラッセル作のミュージカルブラッド・ブラザースに出演。1995年パリに渡り2つの TV 映画に出演。 続いて、ロンドンに招かれビルケンライト作キャッチメイフユーキャンの主演でウエストエンドデビュー。以後、英国で活動を始め、マイケル・レッドグレーブ脚色版、アスパンの恋文、デビッド・マメット作スピード・ザ・プラウ、アイラ・レヴィン作、デストラップ、コール・ポーター作曲、エニシング・ゴーズなど、イングランド及びスコットランドで舞台に立つ。ウェストエンドでは、ニック・ドレーク作、ザ・デッド・モンキー、 サムシェパード作、フール・ホア・ラブに主演するとともに演出も担当し、アラン・エイク・ボーン作コミック・ポテンシャル、ジェリー・スプリンガー役を演じて、話題となった、ジェリー・スプリンガー、ザ・オペラ、ブラッド・ブラザース、マック・セネット役を演じたジェリー・ハーマン、作曲マック・アンド・メーベルといった、舞台、ミュージカルで活躍。また、ドクター・フー、リトル・ブリテン、ダルジール・ケイシー、オックスフォード・ミステリー・ルイス・ケーブ、 トップ、ギアなどの人気シリーズにもゲスト出演し、TV 版リメイク、名探偵、ポアロナイル2室にも出演している。なお、2014年は実話をもとにした、映画グリティアーン UK の制作と脚本にも、携わっている。2004年、国籍をアメリカ合衆国からイギリスに切り替えた。5回の結婚で5人の息子と1人の娘がいる。刑事、 スタスキーハッチでのソウル、右は、スタスキー役のポール・マイケル・グレーザー。ありがとうございます。